大阪府選挙区 NHK から国民を守る党尾崎正則48歳早稲田大学法学部卒業京都大学大学院法学研究科博士後期課程研究指導認定退学現在は出版プロデューサーでは 尾崎正則さんの政見放送です綺麗事ばっかりできもせん嘘ばっかり言うて、でその上、世の中のなんの役にも立ってないのに、大金もろて恥ずかしくないんか。 昔は公約言ってました、まあ、公に約束するっていう意味ですよね、でまあ、ちょっと前はマニフェスト、今はまあ政策とか言ってるけど、政策なんていうのはね、あの政治のほんの一部なんですよ、一番大事なのは生身の人間なんです、信用できるかどうか。今回のあの大阪府の,さあの選,選挙区でも、昨日届け出しましたまあ12人のうちまあ9人ぐらい来てて、7月の1日に、 あの安倍の区民センターで、まあ、ネットの公開討論会がありました、まあ、消費税がどうのこうのとか、まあ、憲法改正がどうのこうのって、まあ、僕もいろいろ言うたんですけども、まあ、与党の候補者は、これまでの公約全然ちゃんとやってないという意味で大嘘つきやし、主要の国政政党の候補者も選挙に勝って与党になる覚悟もないくせして、現政権の批判,批判ばっかりしとったらええと思ってるんですよね、でまあ、ほんま、どっちもどっちお互いよう言うわとか思いながら聞いてたんですけども。 あのまあ、特にね、公示前に名前入りのたすきをつけて演説やってる共産党とか、所属の国会議員が三権分立も理解できひん、具体的に言ったら、立候補の自由と非選挙権の区別もつかへんくせして、公約に憲法裁判所の設置とか入れてる、もう維新の公約とかね、もう本当、悪い冗談としか思わないですよね。 え生放送で8000人ぐらい見とってむっちゃ盛り上がってたみたいなんですけども、まあ、話がまあちょっと長くなるので、まあ、その辺は詳しくはああ YouTube とかで検索してみてくださいえ要するに誰に入れたらええねんとえ入れるやつおらんやんけとでいうのがまあこの10年ぐらいの普通の真面目な日本人の感覚ちゃうかなと思ってますでまあ そんなんもっと前からで言ったら、まあ、そりゃそうなんですけども、まああのー、実際私も10年前の、あのー、政権交代ぐらいの選挙までは、まあ、投票も行ったり、選挙の裏方とかもやったりしとったんですけども、まあ、この10年はあの選挙の手伝いどころか投票も行ってません、であのーまあ、ここまでは大体、あの今の政治,を政,治政治とか政治家を、まあ、私がどんなふうに見てるかみたいな話ですね。で まあその,ちょっとその後あの日本におらんかった時期もあったりしてあのその間になんかち,ょっとずつちょっとずつ力を蓄えてきたというのが今回、私が公認候補として出馬することになった NHK から国民を守る党です。 で10年前に、堺で衆院選と市長選があって、でまあ、今回、比例区で出て、まあ、ほぼ100%の確率で参議院になるであろうあの、代表の立花隆とはそこで知り合ったんですけども、まあ、私自身はあの6年前にあの創設された NHK から国民を守る党を、本当にあのゼロからね。 本当に地方選挙から、あのー、作り上げるという一番大変な時期にはまあ関わってなくって、まあ、今回の5月の、えー、足立区議選とか、まあ、6月の堺井市長選からです、で今回の目的は,もうはすごくはっきりしてて単なる政治団体である、えー、NHK から国民を守る党を政党要件を満たして政党助成金をもらえるようにするということです。で まあ、もちろん NHK から国民を守る党なのであのスクランブル放送とか、まあ、周期人の実態とか、まあ、そういう話はほ、まあ、あの,他の,あの40人おるんであの候補者がやると思うので、まあ、私はしません、NHK をぶっ壊すもしません、しませんけども NHK に象徴されるような今の世の中の構造っていうのはなんとかしたいと思ってるんですね。 っていうか、まあ、要するに現場を何も知らんくせしてなんか衛星インテリが大金もらってふんぞり返ってるとか、まあ、そいつらが知らんところでチンピラヤクザが普通のちゃんとした人らをなんか脅して金を集めているとかそういうふうな世の中の構造ですねほっといたらもっともっとそうなると思ってます。であの N 国の人ら とあの一緒にそういうね一人一人ねやっぱりその期待してもらうもらってる人らとあの生身の人間と関わりつつその裁判やら選挙やらやりながらでまたそれを SNS 使って実況したり発信したりしながらちょっとずつでもええからやっていこうかなとでまあ、いきなり全部は無理ですよそんないきなりいっぺんに全部無理ですけどもまああの私はあの嫁さんもあの子供もおらんしそういう意味で言うと何,何にも失うもんないので。 まあ私が特攻隊長というか切り込み隊長としてま,あまずは近畿ブロックえそのど真ん中の大阪にえ杭を打ち,込み打ち込みたいと思ってますでまあそうですねあのちょっとヘッドホーンとあのヘッドホーンやってる人は外してもらってあのちょっと音量はあの大きい人は下げてもらってえやりますいいですか正直者がバカを見ない世の中に。 NHK 大阪放送局から大阪府選挙区、NHK から国民を守る党、尾崎正則さんの放送でした。